して東北3人暮らし。カレーの方がですね、なんとなんとですよ、残り見てください、そこがもう分かります？おお、そう、少ない、もうこの状態です。夜ご飯でこのカレー終了になります。作った状態から一度も何も足してないですよね。軽くマヨネーズとかそんなのをやるだけで。白いのってね、カレーにマヨネーズを入れました。飽きんし、あの、あった麺でも食えるうまさ。だいぶ飽きてますよ、俺。昨日も味変えるためにマヨネーズ入れたり、あと牛乳入れたりとか。で、最後ちょっと贅沢に肉を思います。この肉なんとね、あの前僕ら一斗缶カレー作りますって食って、あ、肉ねえわってたまたま言ったら、2日後ぐらいにご近所の方がですね、肉を持ってきてくださって、その肉、はい、肉に、あの、カレーに肉入れて食べてくださいっていうのがちょっと来ましたもんで、ありがたいことに。なんで今日はそのせっかくね、いただいたお肉あるんで、そのお肉と一緒にこのカレーを最後美味しくいただきたいなと思います。何がすごいかって、1週間傷まないんですよね、カレー。寒いから。カレーって煮込めば煮込むほどうまなるんですかね。時間経てば経つほど。なんか2日目のカレーうまいとか言うじゃないですか。その2日目のカレー状態が1週間続いてますよ、ずっと。あーい、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 はい。こちら豚ロースの切り落とし。だいぶね、食費浮いたからな、カレーのカレー。はっはっはっは、エフミア、あ、久しぶりやな。食欲そそられるこの肉の匂いってずるいね。肉完成。これ下手すらおかわりできるよ、思いのほかあった。で、肉を謎のせで、ついていきましょう。セルフでいいでしょう、セルフで。じゃあまずは、じゃあ3枚ぐらい、まあ、うい、肉あるってやっぱ違うね。ね、いただきます。いただきます。やった、よっしゃ。いや、あー、うまいわ。1週間キープできるね、うまさ。うん、うん、いいな。おっ、プリンもまあまあ減ってるね。俺マジで今日で終わらそうと思ったら全然終わらせれる。早くもうねえな。食後の値段とかも1リットル切ったやん。お、少な、もうそこ見えてますよ、このスプーンでやから、このスプーンで、もう忘れない、うん、いけるいける、もう、はい、うい、終わったでしょ。おお、辛っ。飲んじゃいますか。いやー、順調やったんやけどな。あんな美味しかったプリンが、美味しいは美味しいの。ただ不思議なもんでね、人間で美味しかったものが届かないんだよね。いや、いらん。しゃあ、終了。プリン約3リットル。体には気をつけて。ありがとう。はい。めちゃくちゃふわっとしたやつ。最後。これうま。最後のタレ。ああ、うまい。プリン忘れた。もう。そして東北3人暮らし、チャンネル登録よろしくお願いします。